ラジーブ・アンチャルは、インドのマラヤーラム語映画で活動する、映画監督、彫刻家としても活動している。1977年に、ケーララ・ラリター・カーラ・アカデミーの彫刻家賞を受賞した。彫刻家として、著名な人物であり、サンティギリのサンティギリ・ロータス・パルナ・サラヤ・コラム、チャダヤ・マンガラムのジャター・ユアースセンターにある巨大な、ジャター・ユゾの彫刻を手掛けている。アンチャルは、 美術大学在学中の1980年代にジャターユゾーのアイデアをケーララ州観光局に提出しており、2000年代にハイリ観光局から観光振興策の一環として制作依頼が来たという。1982年にレニン・ラジェンド・ランのチルの制作に美術監督として参加し、マラヤーラム語映画会に進んだ。1986年にアマナム・キリー。 1987年にイニカム・イニカム・アイデークを監督しており、1990年には日本ガンダルバンでケイラ・ラ州映画賞最優秀美術監督賞を受賞した。1993年にバタフライズを監督し、1997年に監督したグルワ・アカデミー外国語映画賞インド代表作品に選出された。 2002年に監督したビヨンドザソウルでハリウッドデビューしているラジーブ・アンチャルが手掛けたジャター・ユー・アースセンターのジャター・ユーゾー。ありがとうございます。